はい、じゃあ今日もやっていきますか。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドシャープ27です。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。見てください、ここ手の村の我が家なんですけど、前回の放送の後ね、 3,4 時間かけて今までもらっては壊してしまってきた英傑たちの武器をね、すべて修理して家に飾りました。ミファーの槍、ダルケルの巨岩砕き、まあこれは壊れてないけど、リトのリーバルの大弓でしょ、あとゲルドセットね、七宝の宝と七宝の盾だっけ。でもう内装はね、ドアと照明も作って、ベッドも作って、内装はもうできることなくなりました。完璧状態になりました。ただまあ殺風景だからさ、もうちょっとなんか置けたらいいと思うんですけどね、インテリアなんかできたりするんですかね。まああとはちょっと滅多に手に入らない盾類など飾ってます。弓は適当です。本当は剣もね、もなんかこの辺のまずロッド3種類並べるのもかなりかっこよかったんで、なんかサイケデリックでね、ロッドをエレキロッド、ファイアロッド、フリーズロッド並べてピカピカ光らしくてもすげえかっこよかったのと、あとこの火炎の剣、これも相当飾っとくとかっこよかったんですけどね、やっぱちょっと英傑はちょっと永久保存版だなっていうことで、残念ながらこいつは飾る場所がありません。もう3倍ぐらい飾れるとこ欲しいな。ベッドの上とかさ。ベッドのここでもいいし、この横向きに置くとかでもいいし、こういうとこもね、全然スペースとして使えるんですけど、まあ使わせてもらえないっていうことでね。残念ですが、この辺は持ち歩くことになりました。外装は何もしてません。よし、じゃあ早速前回の続きといきたいので、そう、ここに英傑リーバルの歌のクエストで進んだところで、結局なんか村長とテバに話を聞かなくちゃ進まないよって話だったんで、まあ村長とテバに話を聞いていきますかね。なんかね、カッシーワさんは名前で言ってたから、村長じゃなかったような気も、村長じゃない可能性もあるんだけど、確かあれは村長の名前だった。なんて言ってたかは忘れた。ここらにワープするより、ここから落ちた方が楽なんですよね。やばい、体力食らう。一番高いところはここだな。カーン、そうそう、カーンです。炎をまといし竜、それも気になる。ククジャダニ、おお、リーバルの日記。テバ、いいね。テバに行けば大体分かりそうだな。自宅に保管してんの？
他のこと。手羽は飛行訓練所行くって言ってたよ。ちょっと待って、炎纏石流の場所なんだっけ、ククジャ村みたいなこと言ってたんだっけ。ククジャ、わかんない、どこだそれ。あ、ここか、ククジャ谷に。まあ例のあの多分ゼルダの修行の場のここか、ラネール山にいたドラゴンみたいなやつだと思うんですけど、それさ、この辺にもいたよね、ハイリア湖付近にも。あれは緑だった気がするけど。まあ何はともあれ、そう、まずだから整理すると、リーバルの歌のクエストは、この3つをまとわなく、3つをクリアしなくちゃいけなくて、だから炎をまといし竜の角を射抜きっていうのをやんなきゃいけないんですよね。で、下の2つはよくわからんけど、手羽が知ってるはずだと。あるじゃん、リーバルの日記。普通に。これ誰でも見れるじゃん。上下の落差を訓練できる場所。メドウは掘り起こされたんだ。なんか情報がないな。無口なんだやっぱリンクは。ゼルダは才能がないのか。
まあ苦労してたしな。終わった。大して情報がないんですけど、ちょっとさっき飛行訓練場どこって言ってたっけ。あ、いたいたいた。はい。飛行訓練場どこって言ってたっけ。やばい、忘れた。飛行訓練場なんかこっから飛び立つどこかって言ってたよね。ベラ知ってる？あ、ん？それこの間聞いたじゃないの。あ、やったやった、やりました。こっから行けるってことはどこなんだろうな。こっちの方か。あれ、ククジャ谷ってこんな長いの？忘れ去られた神殿、気になる。あれ、飛行訓練場マジでどこって言ってたっけ。なんで飛行訓練場といえば分かると思われてんだ。あ、ここか。このことなのか、飛行訓練場って。飛行訓練場っててっきりまだ行ったことないとこだと思い込んでたわ。そして寒いんですよね、そういえば。これ頭飾りいらなかったな。あ、逆逆逆、これ暑さ対策だ。あと数秒でダメージ食らってた。あれ、子供は？お、チューリー。ちょっと待ってよ、また今度ね。臆したか。そうじゃないんだ、ちょっと待ってくれよ。いや、もう無限じゃないんだからさ。これこれこれ。意味わかんないよ。ちょっとちょっと、話が進まないぞ。それ場所は？うん、4つの跡ってここで、ここでやんのか。施設内に一瞬でってことはさ、一発でってことじゃないの？
それとも割と時間の猶予あんのかな。ちょっと、矢がなくなるの嫌だな。いや、そういうことじゃなくて。66あったわ。ちょっとやってみるぞ、そしたら。落ち方がわからん。結構落ちるな。ちょっと遠い。これなら。いや、当たんなかった今の。的がねえよもう。ラストチャンスだ。14。的の場所を覚えないと効率よく打てないな。金か。そんで4つの的を同時にっていうのはこれの話じゃないんだよね、やっぱり。何あの模様。あれ？あんなのついてた？ついてたっぽい。まあいいか。いやいや、見せた。見せた。ちょっと待って、え？情報な？嘘だろ？え？4つの的を手綱にいる。これ1回の集中モードに4つ打つってことか？え、わからん。場所がわからん。待って、この形状だろ？一応写真撮っといたんですよね。いや、ここじゃない？やっぱり。やっぱここだよね。やっぱこのクエストのことなんだろうな。ちょっと待って。減ってる。いや、減ってる。ごめん、ちょっと待って、ごめん、もうちょっと待って。これ、一心じゃなきゃ無理だ。ちょっとマジで、このゲーム中は、いや、くれよ。支給してくれよ。ここなら4ついけそうか。くそー。むずい。これスタミナ相当ないと無理だぞ。
今のダメ？てかリーバルトルネードも関係ないもんな。危な、死ぬわ。え、時間切れ？時間まだなかった？時間切れだったか。おお、14と16では結構な隔たりがあるんだな、報酬に。この平場でやるってこと？ちょっと今できたろ。おスタミナが、練習中じゃないとスタミナは回復しないのか。そういうことね。ちょっと何言ってるか分かんないな。ちょっと何言ってるか分かんないぞ、これ。刹那に4つの的？え、今ダメだった？ちょ、もう一回これならっていう。うわー、惜しい。ちょ、スタミナ、あ、スタミナ、スタミナ。刹那に4つの的ってなんだろうな。もう一回挑戦。ちょ、ごめん、ロードするわ。いや、もったいない。150ルピーはちょっとなくなってしまうが、それも矢の方が大変だ。しかも、この小僧の注文を受けたところで何も進まなそうだ。一心にすんの忘れた。これは一品じゃなきゃ無理だな。左から順番に狙っていこうか。そして、この状態でセーブ。左から、ダメですね、ダメですね。左から順番にと言いつつ全然そうなってなかったし、ね。やっぱそういうことか。合ってた。またこれ出てくるのか。そんで高級祠、通称墓石、俺が名付けました。墓石
いやー、ちょっと、いや、いいよ、いいよ、いいよ。いい。それ、矢を打ってルビーを買うようなもんだから。今のど、あ、あそこにあるわ。ほっ。イノエ、ノイエロジー。名前に意味あんのかな？お、なんだこれ？導くは四本の風。いや、これどうせブーメランだったら帰ってこないからな。で、弓はしょぼ弓にしとこう。導くは四本の風。おい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 。爆弾で破壊するようなところまであるぞ。ここにも風が吹いていて、危ない危ない、壁触ってやめるのをやめて。なんか入れそうなとこあったんだよな。高度調節が難しい。ここだ。なるほど。これスタミナ相当鍛えとかないとマジで厳しかったな。ていうか2周でも割とギリかもしれない。3周目行っといた方が良かったかもしれないね。爆弾もこれ風で上がるのかな。上がらないんだ。いけ、え？あ、そこに落としていくの？うわ、うわ。あんなとこにあるよ。そんなとこにあられても。あそこは風車があるな。どっかのタイミングであれ回ってんのかな。あ、回ってる。そういうことか。これむず、うわあ。風車のところはここか。 OK。 超ひどいよ。ひどいじゃないか。随分入んのむず。
ッケーオッケー、これは爆弾のとこで苦戦するぞ。その後爆弾のところは上から行きたいな、どっちかというと。いや、構造的にそれ無理になってるわ。しょうがない、自爆覚悟。ちょい！で、開きました？爆弾とか開きました？見えない。開いてねー。だって投げても届かないんだよね。届かないんだよな、ギリ。やばいやばいやばい。ちょちょひどいて。え、これ正攻法何マジで。爆弾屋でいいんじゃねえの？爆弾屋でいいんじゃねえの今思ったけど。何もさ、自滅しなくてもさ。体力でゴリ押しじゃない？うわぁ壊れた。ガーディアンアクスアクス。アクスアクス。プラスプラス。これ3つ目。あと1個なんだっけ？あと1個どうなってた？お、ここ全く謎だね。あれ？ここ全く謎だな。ん？あれはどうやって行くの？で、まずあの塔に登るんだよな、多分。で、一番背が低いのはここか。あ、十分いけそうだね、高さ的に。謎なのって一番高いところなんですよね。だから何も外から行かなくても、なんか上から行けるのかもしれない。あ、三つ目がダメなんだ。ここは生き方が完全にわからんな。あれ、下の模様ってさっきも青だったっけ？青く点滅してんのか。点滅パターンに意味はなさそうですね。これ弓で色ってこと、もしかして。できた。
多分そういうことでしょう。一番低いとこ来た。OK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 
で、お宝は？あっちっぽ。あっちだけど、奥に風があるな。裏に回って。はい？あ、あー！バカ、バカ、バカ、バカ。こいつは本当に、背中向きだと言うと聞かないな。背向けだと崖つかみできないみたいな感じだな。リンクの角度をちゃんとこっちに向けてやらなくちゃいけないんですけど、なんで閉じた。いらないんですけど。でもまあリザルよりはいいか。これ結構大変ですね。結構大変ですね、これ。そして今気づいたけど、深爪しすぎて出血してました。いつもと違うこと言ってたな。残るは2つと。全然見てなかった。深爪見てた。疾風となりて降臨をくぐり。これも全く意味わからんな。風となりて降臨をくぐれる場所がありますか？もう手羽にとカーンに聞けば全部わかると思ったのに、手羽もカーンも何も教えてくれんじゃん。じゃああとはヒントがあるククジャダニでも行ってみるか。ククジャダニどっちだろうな。めっちゃ長いんだよな。それとも忘れられた神殿なのかな。結局忘れられた神殿ってことね。あと馬連れてきなさそうだな。多分こう順を追って高度を落としていけるルートがなさそうなんだよ。こう行けば行けるかもしれないけど。こっから覗いてみようか。そしてシーカーセンサーがゾーラの槍になってました。
コメント多いっす、多いっす。今一つ、リーバルの歌のクエストをこなしたところでございます。これね。で、次、ククジェダニのドラゴンの角を射るみたいなこと言われてるんですが、ククジェダニのが長すぎて、一体ドラゴンがどこにいるのかわからないから、ちょっと待って。ちょっとお金は惜しいけど、さすがにね、矢がなさすぎるから、矢を買いだめしてきます。コメント、リーバル西読んだ、読みました。読んだけどなんか、なんであいつが、俺の方がすげえだろ。なぜるだ。俺の方がすげえよな、みたいな、きつい、内容だったから、全然あんまり、情報量としては価値がありませんでした。僕の方がすごいのに、みたいな。道具屋さん、ここですか。はい、道具屋さんこの下だった。ん、どこだ。道具屋さんめっちゃ遠かった。どこや。これ服屋だろ。ここか。いや、あ、あるある。いや、ないないない。これサトウキビだ。あ、これか。5本で20ルピーか。まあまあまあ。50本くらい。あれ ?3? 売り切れー。まあまあまあ、70あればだいぶ。コメント、リトの服着るときいつもズボンだけ別のやつ履いてる。マジで?また、え?これ違う?ちょっと待って。ほんとだ。これ、え?いつも?いつもですか?だってなんかこういうのを割ると結構木の矢が出てくるんですよね。見かけたら壺的なものは割っていこうと思う。そうだな、じゃあククジェダに行こうか。どうやって行こうかな。馬連れていけなさそうなんだよな。下だから。いやでもこの馬連れて、ここの周りをぐるっと回ってドラゴンいそうなところから探していくってのはありですね。じゃあタバンタ大橋から行きますか。コメント、前回は防寒具から適当に右のやつ見て選んでたから、ズボンが鎧になってた。あ、そう。ここは寒くないからね。まあ、この、はい、こんなキモいとこあった?まあ、あったんでしょう。この鎧がさ、効果なしの代わりに、まあ効果なしだから、その代わりに防御力が高いっていう装備のせいでさ、基本効果がいらないところではこの鎧ばっかになっちゃうのはちょっと気に食わないんだよな。鎧じゃなくて、なんかかっこいい服をスタンダードにしてほしかったよな。
久しぶりだな、ゴリは。さて、ここから一回じゃあ北上してみますか。この長い長いククジャダニ、いやでも視界が悪いな、これゴディバと一緒に回っても見落とすんじゃ意味ないもんな。あれ、ここダメだった。まあドラゴンだから高いとこ飛んでると思うんだけどな。コメント、琥珀の頭装備が鎧と同じ防御力だからそっち使ってた。あ、そうなんだ。琥珀のやつってなんだ、なんだ、ギルドのとこで買えるやつかな。あ、ごめんごめん、もう矢がもったいない。あ、拾える拾える。有料なんですから矢は。このやり方じゃダメそう。でも結局忘れられた忘却の神殿みたいなとこなんじゃないのって思ってるから、そのまま北上していけば。あら、祠感知ですか。こっちじゃない、こっち。はっ、なんじゃ君は。お、届かねえ。ここら方向は完全にこっちですね。分かったよ。じゃあ下行こう。ゴディバ置いてけぼり、下ルートコースで行って、ちょうど、こいつもあったし。あ、それ遠い。あれは大変ですよ。クライム装備にしよう。クライムズボン欲しいな。どこで手に入るんだろうな。やばい、これ過去一難しいかも。リーバルトルネード、なるほどね。その手があったか。あ、余裕ありそう。さすが、リーバルトルネード。命がもったいない。コビー出た、コビー。この数秒間は意味がある数秒間だった。君が稼いだ数秒間だ。この戦争を終わらせに来た。ここらどこだよ。構造が複雑すぎて、いって、あ、あったー。ドゥンバタ。
コツコツと、コツコツですか。ほう。あ、角度ある。ああ、惜しい。ちょっといけそうだったじゃないか。あれ？こんぐらい。おい、来た。不十分。あ、コツコツとね。ちょっとずつで段階を押していいんだ。コメント、ビザロック途中で解除できるよ。あ、そうなの。それは知りませんでした。この岩を倒すっていう感じだろうな。なんかをぶつけるんだろうが、それはこの弾だろうな。お？これマスターソードで眠りつくぞ、これ。かっこいい。ライデンの体験。うわー、こういうシリーズをさ飾りたいんだよ本当は。家に。なんだこのゴミは。いつの間にかゴミ詰められてたぞ。うわ、かっけえ。かっこいい。こういうの好き。こういうのだよな。何がだよ。何がこういうのだよ。コメント、スネーク、ライデン。ライデンといえばメタルギアソリッドだよな。え？え？これを飛ばしていくの？でも角度的にむずくない？上行くかな？やってみようか。風穴湧いた。樽無限なんだ。コツコツすぎるだろ。眠った。なんかもったいない武器ばっかりなんだよな。中ではまあガーディアンアックスかって感じなんだけど。え、ほぼ効果なし。これじゃまたあそこにぶつかって終わりかもしんねえな。まああと1回でいけるでしょう。ただ同じ角度でぶち込むだけだ。ちょっと角度が、あーそっちじゃないけど、そっちじゃないけど、もう間に合わない。裏切りマンキーコング、なんかさ、裏切りマンキーコングっていう名前で芸能活動してる芸人いない？
おっしゃコメント威力強すぎない？なんか大丈夫でしたよ。ブーサー、ブーサーの弓を、ゾーラの弓は弱いから捨ててもいいな。でもなんか効果ついてんだよな。効果ついてるからもったいないんで、まあ騎士の弓捨てるか。こっちの方が強いんだよね。あれ20、あ連射ね。いや連射いらんな。てか連射あればさっきの同時に4つの的を得る、いるっていうのもできたのか。確かに。あった、タル。ここも同じだ。これでただ岩を倒すだけのミッションだ。ちゃんと最初にこのリンクの向きを微調整しとかないといけないんだけど。この正面向いたまま、正面向いたまま、位置だけ、あ、これでいいのか。これでいいんだよな。で、ビタロックして。うわ、あ、ガーディアンス壊れそう。壊れた。じゃあ、何？ここでライデンはないでしょう。じゃあ、無心で。なんだかわかんないけど。おお、いけたいけた。コメントいる。いるよね。裏切りマンキーコングみたいな。その、顔も芸も知らんのだけど、名前だけ聞いたことあって、それみんな元ネタ分かってんのかなって思ってた、ずっと。コメント、タル叩いただけのガーディンアクスプラスプラス。残酷だよな。プラスプラスよ。俺プラスプラスなのにってなるよね、ガーディンアクス側も。強敵に、強敵を倒すのにも十分用いることができるこの私が樽を叩くためにだけに、みたいな。まあ壊れるのが悪い。さっき家の武器を飾るとかなんとかって言ってたんですけど、まあ冒頭で家紹介したんですけど、まあこのようにですね、過去に壊してしまった英傑の武器をすべて修理して家に飾ってきたんですよ。まあなもんで、本当はファイアロッド、フリーズロッド、エレキロッドとかを飾りたかったけど、まあ残念ながら英傑の武器でストック、飾るスロット埋まりましたっていう話ですね。おいおい、お前チュチュゼリー破壊すんじゃねえよ。友達の意外を破壊すんな。これ何？ひんやりハーブか。このまま行くと忘れられた神殿に着くんですよね。お、お前向かってくるのか。いい度胸じゃないか。かっこいい。英傑武器家に全部通ってるのかっこいいですよね。七方のナイフと七方の盾。ちゃんと並べてあります。てか、七方の盾、俺、英傑装備だと思ってなかったわ。なんか適当に多分何回か使っちゃった可能性がある。新品じゃないかもしれん。うわっ、これわからんのよな。これさ、ここにどうすればいいのこれ。
なんだっけ、シーカー族の村、かかりこ村。かかりこ村から、かかりこ村ではね、にもあったんですけど、それはね、空中からね、かかりこ村で、ちょっと説明がうまくできない。かかりこ村では水中に、なんかああいう輪っかになってるとこがあって、それ空中着地したらね、現れたんですよ。だからそうなんかなと思ったけど、違うっぽいな。え、いつまで入ってないひんやり山ゲット。コメント、七宝だよ。あれ七宝って読むの？七宝じゃなくて。石の方よく見て。ここだけない。ここだけないってことか。逆に。何が逆なのか知らんけど。このトンボたち背景なんだよね。ゲットできるトンボじゃないんだよね、あれ。どっかに石転がってないか。あった。補充すればよかったのか。ないことに気づいてなかったわ。ペンペペペン。ありがとう。ポーチも2つぐらい拡張できそうだな。多分盾という意味だけど、武器は確かね8とかだった気がする。次が山賊狼。これ違うんだ。前青い狼写真撮ったからそれと一緒だと思ってたけど、虫でさ、薬作りたいんですよね。まあでもひんやりはもういらないんだけど。だから、なんだっけ、鎧兜。鎧兜をめっちゃ欲しいんですよね。でも鎧兜すげえレアなんだよな。襲撃してくんのか俺を。いいぞ、かかってこいよ。お前らロックオンもできないんだよな。逃げた。今ヘッドショットだったな。向かってきてくれる獣はいいよね。倒しやすくて。このままだとついちゃうな、ドラゴン見つけられずに。まあどうせ忘れられた神殿も気になってたから行ってみたかったんですけどね。
狼のくせに警戒心がないの。ここにゴディバ連れてくる方法ってあんのかな。あ、ちょっと待て、なんか見たことないするぞ。馬じゃねえ、馬じゃねえ。そう、こいつ黒か。さすがに黒は強いな。待て、クライム装備になってる。ダメージを受ける前に鎧にしよう。お前誰だ。あれ、あ、あったことあったわ。勝ってー、硬すぎるだろお前。無心の体験壊れちゃうってよ。壊れたよ。こんな一方的な攻撃をしてるのに、硬いというだけでやっと倒した。あ、すごい。なんだお前、なんだよ、逃げるなら逃げろ。間抜けじゃねえかこの勇者。すごく、あの馬に奪っていくか。ゴディバの香りだ。コメント、忘れられた神殿は世界観考察でよく取り上げられる場所。そうなんだ。じゃあドラゴン関係なさそうだな。このゼルダのブレスオブザワイルドがゼルダ史における一体何番目の時代の背景なのかっていうことを、まあ、語られるんだろうな。まあ、俺はちょっともう、建物の構造を見て、ここはもしやとかっていうぐらいにはならん程度の知識しかないから。これは時岡のあそこと一緒じゃないかみたいな、ちょっとないんだけど。オーケシリーズかっこいいし、耐久力そこそこあるし、攻撃力もそこそこあるし、好き。なんか使いやすい感じですよね。あれ、こいつネジない？こいつネジないぞ。偽物だ。え？ここから入れそうか。え、でもここネズミ返しになってない？あ、ネズミ返し余裕なんだ、リンク。さすがだな。俺はネズミじゃねえっていう強い意志を感じるな。おい、ちょっと、ええ、ちょっと、なんち、ちょ、待て待て、無理無理、全然無理、全然無理。なぜか防げた。ふざけんなよマジで。電気屋食らうかな。あ、全然届かん。ちょっと待って、そのための風か、これ。ガーディアン倒せんの？
めっちゃ硬いんですけど。なんで初めて倒そうとしてるのにもかかる3体もいるんだよ。集中モード使うか。待て、クライム装備じゃない。ここはクライム装備じゃない。もう途中で服変えるのめんどくさいな。あ、でもこれ落ち切ってしまえば安全なところに行けんだ。え、いけない？危な。どこからで？お前か。電気が効いてないな、別に。爆弾にしようか。おい、どこ向いてやがる。さすがに爆弾効くっぽいぜ。いってえのよ。スタミナ管理が大変だなこれ。あいつどこ向いてる。こっち向け。こら、あ、すげえ向いてる。上下運動で回避する。ガーディアン必要以上に恐れすぎない？切ない。もう序盤のさ、序盤のトラウマをだいぶ植え付けられてるからね、こっちとしては。だいぶトラウマよあれは。アモトみたいな立ち位置になりやがって。さすがに当たりにくすぎるな。やっぱ一心にするか。お、一心当てやすい。なんで今スタミナマックスになったんだろう。あれ、スタミナがマックスになってる。ん、なんか俺間違い犯したのか今まで。こっち向けボケー。あ、コメント、矢がもったいない状態になってない。コメント、ドラゴンいる音楽になってる。マジで。コンタンタララン、タンタララン、タンタララン、ちょっと聞こえないんだけど。
よし、残り1体になったから剣で倒してみる。さすがに1体とかなら剣でいけんだろう。四方八方から狙われる恐れがあったからちょっと今チキってたけど、いや、まだ奥にいたっぽいわ。あったな今。ちなみにね、多分あの放送でマイクでゲーム音拾わないのに、俺ゲーム音激小さでやってるから、みんなより音楽聞こえてない説は高い。てか多分聞こえてない。だからちっちゃくドラゴンの音楽流れてても多分分からん。コメント、ドラゴンが起こす上昇気流に乗るとスタミナ回復する。そうなんだ。じゃあさっきのそういうこと。このネズミ会社はさすがに登れないんじゃないか。いけないじゃん、やっぱり。ダルケルに世話になります。あ、てかこれで自爆で死んだわ。ガーディアン倒すのに有効なスーパーウルトラテクを教えようか。ちょっと悔しいからまだだな。あ、なんか祠らしきものが見えてる。でも、ほこら探知してないけどな。ちょっと待って、写真撮っちゃった。これじゃなくて、これでビタロック。うまく操作できない。いい位置に行けないな。あ、ほこら感知した。あれ、弱っ。まだいるよね。オッケー。え、何これ、暴走して、え、なんで、え、マスターソードで切るとこいつ暴走してピュンピュンなんかはみ出てたんだけど。え、ガーディアンってそういう特性なの？殴られるとちびるの？めっちゃ漏らしまくってたけど。ちびり散らかしてたけど。
もう最近朽ちたガーディアンからネジとか取れないな。コメント、マスターソードが光ってる。マスターソードってそういう効果あんの？もしかして。ちょっと待ってね。まだいるじゃないか、全然。から敵視されてる。クソパシフィスタメ。おお、登れないんかい。ミファーの黄色ハートすぐなくなった。さっさと止めちゃうか。マスターソード光るの？やっぱガーディアンが近くにいるときは光るってことなのかな。このなんだ、マスターソードにこう適した敵みたいなのがいて、適正武器みたいな感じだとこいつ光るのかな。さて、あいつをどうやって倒すか。よし、はい、足りた足りた、間に合った。あぶね。うわ、いっぱいいる。どこから倒していこうか。マスターソードはとある特攻がある。ガノン特攻じゃないの？ガノンの息がかかったやつに強いんじゃないの？ほら、味方を盾にしてやったぜ。どうだお前ら、完全に悪役のやり方だけど。ほらー、ほっ、まあ、タイマーの剣だしな。なんでこれ見失うの？俺のこと、俺のこと見失ってる時にビタをかけたらなんか効果時間も長い気がするし。あ、長くはねえな、長くはねえけど、なんかその後殴ってるのに俺のこと見つけないね。
ここらのガーディアンからネジ取れないと思っていいのかな。コメント楽しそう。楽しいね。でもドラゴンいなかったぞ。祠があるだけだ。え、これは巨大女神像だ。意味ありそう。ちょうどあと一個そこで。ここでもう一つ取ろうな。今宝箱を目の前にしてスルーした。え、あった？宝箱。あ、ある。ファイヤーだ。今日の放送は11時半までを目安にしています。まさかリーバルの歌全然終わらんとは思わなかったけどな。まあ一つ達成できたけど、ドラゴンが謎だわ。あれ、たどり着いただけで終わり、祝福だ。サブタイトル祝福だ。たどり着いただけで終わり系のダンジョン。火炎の体験かっこいい。そっか、いろいろ壊れたからスロット空いてるんだ。大金シリーズ飾りたくなってきたな。英傑じゃなくて。俺こういうのもったいなくて使えないんだよな。コメント、宝箱シーカーセンサーに、シーサーセンターシーカーセンサーに設定できないんだっけ。宝剣ギャラクシアみたい。なんだそりゃ。宝箱ってできんのかな？宝箱の写真撮ったことないな、そういえば。でも結局、祠を見失うことの方が怖いからな。ちょうどだから上げていこうか。このリーバルトルネードとかのことも考えると、集中モード。スタミナ上げようかな。でもスタミナ結局2周したとこだから、ハートがちょうど次の真ん中行ったら、スタミナに回そうかな。OK。 コメント、ちいかわのシーサーについてツイートした時の予測変換が残ってて打ち間違えた。なるほどね。刀剣ギャラクシアはメタナイトの剣だよ。メタナイトの剣ってそういう名前だったんだ。かっけー。しかもさ、これってなんかこの、一振りすると、この消えて、チャージするんだよ。このチャージするのがかっこよすぎる。こう、空っけつになったら、このじわ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 ってチャージして、光るんだよね。これがね、この部屋に飾っておくと、
ドア開けるまでは充電ゼロの状態になってて、ドア開けてから目に入るとじわじわ充電し始めるんだよ。もうそれがインテリアとしてめっちゃかっこよくて、正直これ飾りたい。他にもな、他にもどうにか、武器を保存する方法があればいいんだけどな。忘れられた神殿これだけか。あ、っていうかリーバルトルネードゲットしたから、あの果ての村じゃない方の研究所に行けそうなんだよね。あそこの塔ってリーバルトルネードがないと多分到達不可能な塔だったんじゃないかなと思ってて、前どうやったら、どうやっても行けないとこがあって、だからリーバルトルネードをゲットした今、実は権利を得てるんじゃないかっていう。ドラゴンには結局会えなかったな。コメント、武器ポーチ全部属性武器にしよう。俺もったいなくて使えないんだよな、結局使いたくなくなっちゃうんだよね。だからこういうパンピー武器から使っていきたくなっちゃう。ちょっとごめんなさい、トイレ行ってきます。トイレ休憩。
はい、お待たせしました。戻ってまいりました。コメント、属性武器補充できるいいところあるよ。それは、知りたいね。マジでドラゴンどこにいんだ？これ上なのかな、もしかして。え？いや、狼かい。ちょっと一回馬乗ってる魔物がいてくれればよかったんだけど、馬もいなくなってしまった。往復するのはアホらしいから、もう一回馬小屋から南の方行ってみようか。でもさ、さっきコメントでさ、ドラゴンの音してるって言ってたってことはさ、やっぱこの辺にいるんじゃねえの。どうしようかな。コメント、始まりの大地から割と近い面白いところ。へえ、そこで属性武器補充できるんだ。いやー、あの神殿の上行く意味あるかな。何かしらはありそうな気もしないでもないんだけど。まあちょっとククジャ谷の南側行ってみるか。コメント、焚き火で時間変えるといいかも。時間の問題なの。夜しか現れない的なやつなの、もしかして。でも PM6 時だからちょうどいいんじゃない。一応まあ南側も偵察に行きますよ。よく、うわ、危ねえ。なんなら、なんなら北の方の大地のマップがまだないから、北の方の大地、ごめんね、ロードの問題かも。ロードの問題？それはもはや、どうすればいいんだ。何？あ、持ち上げられる石発見。まあ君たちもそうなんだけど。黒いやつ足が速いな。あれ、ここに黒い石なかった？こっちか。これなんかビタロックでも何とかできるらしいですね。この石なのに持ち上げられないんですけど、これが邪魔なのせいか知らんけど。いいよ、クタ風船使うよ。
そういうことでしょ。それはオクタ風船の効果時間切れたら潰れる、圧死するんじゃない。その場面は見ないでおこう。こいつの写真どうだっけ。キーっすか。うわ、逃げんの早っ。ドラゴンいないな。てっきりあのフィローネ山脈みたいな時の感じみたいにイベントが発生すると思ってたんですけどね。これじゃ写真撮ったり、機動力高くてやりにくいもんね。うまい。サイドステップ熟知してんなこいつ。まあわざわざ襲ってこないものまで倒さなくてもいいや。バンデットキース、遊戯王のキャラでバンデットキースが一番好きなんだけど、その割に名前忘れるんだよね、これ。リボルバーヘッドドラゴンが好きすぎる。おお、まさかやられるとは。なんかやりたいようにうまくいかないな。こんなやつにこんなにダメージを食らうなんて。まだミファーの復活までは結構かかる時間。ドラゴンの気配ないね。てか、いたとしてだよ。いたとして、あの、山脈の時みたいにイベントでも発生してくんないと、ドラゴンに触れられないと思うんだよな。しかも、角を射抜くとか言って、ものすごい難易度の高いことを要求されてる気がするんだよな。ほから?5匹。この上か。
またこれだ。これでいいんかい。クライム装備に変えよう。うわ、いた。じゃあ、ほこらどこじゃねえ。なんか中華音楽流れてる。いたけどどうすりゃいいの、あれ。しないけど、すでに写真撮ってある。記憶全くないけど、オルドラにどうすればいいんだ。高いとこすぎてなぁ。を取る。あんなとこにいられてもね。あれかな、夜は下にいたのかな。ちゃったよ。とりあえず祠がこの辺にあるっぽいから行ってみるか。下だな。あ、お経。変な名前。コメント、育成を見てると最後雲の中に帰っていくのが見える。確かにどんどん上上がってってたもんね。だからそういう、毎日夜になっては下に降りてきて、どんどんまた帰っていっちゃうんだ、空に。風の使い手。そうだよね、だと思った。
さて、闇雲にこいつを持ってきたところで。え、そっち行くの？なんだこりゃ、おてんばだな、おい。うわ、こいつ燃えて死にやがった。なんてバカなガーディアンだ。ブーメラン多すぎるか。3本ぐらいでいいか。あれ？あれ？あれ？どうやって戻るのこれ？あれ？え？どうやって戻るのこれ？あ、はしごあった。いや、まだあっちに宝箱があったよね。なかなか思い通りの方向に進んでくんねえな。そういえばサイレントヒルの新作楽しみですね。サイレントヒル2のリメイクも結構楽しみだし、サイレントヒル F とだから同時に4作品アップできるってことだよね。普通にサイレントヒルの2のリメイクと F っていう和風サイレントヒルと、あとなんかデッドバイデイライトのチームが作ったらしいサイレントヒルも出るらしいからね。2種類、しかもそれは協力プレイ型とかね、とか。F はさ、なんか、クロックタワー、ゴーストヘッドを連想とさせてしまうんだよな、どうしても。強っ。ガーディアン武器、ガーディアンに強っ。コメント、サイレントヒルの情報に対してバイオの情報の薄さったら硫酸男。クロックタワー3は
ちょっと脳幹ですね。クロックタワー3はなんか、やってないんだけど、なんか違うよね。ストーリー的にも繋がりなかった気がするし。何これ、いらないんだけど。いらないからいいや。これで羽で飛んだとこでどこに行くんですか。これ帰りようだな。危な、肝がヒヤッとした。コメント、硫酸男動画しか見てないけどトラウマだな。なんかね、そう、硫酸男は結構いい感じだったんですけど、他のね、あれ殺人鬼が何人か出てくるんですけど、なんか他のやつがね、なんかふざけてる感じで、俺はあんまり、やっぱホラーはシリアスやってほしい。快楽殺人鬼みたいな。うひゃ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 みたいな、あんま好きじゃないんですよね。すごく個人的な感想なんですけど。うわー、これ大変だな。木製の武具は雷雨の時有効。確かに。これ難しいぞ。これと思ったけど案外すんなりいけた。なんか二手あるぞ。何これ、何の意味があるの。持ってけっていうことだろうな。このぐらい手で持ってけよ。ん？違うの？これ何？あ、あんなとこに。やばい、届いてない。届いてないぞ。結局爆弾や使うんだったらあんまり意味なかったな。ほいでこれは？
これは鍵でしょう。あれ、あんなとこに宝箱があるんだけど。あれ、木製のやつか。いらないやつだ。ライデンの槍、そんなのもあんの？コログのうちは捨てればよかったじゃん。ここで終わりなら。R でも風を起こせるよ。そうなんだ。ここに来て雷電大奮発。本当だよ。そんなに持たされても困っちゃうよ。さて、ここからは登って帰るしかないのかな。モリブリンがいっぱいいるな。これだいぶ治安悪いな。暇つぶしにこいつら破壊しよう。マサト眠った。ガーディアンナイフもろ。しょうがねえ。火炎の炎を使うか。火炎の剣。盾壊れた。久々盾壊れた。こいつは強いな。そうか、俺がクライム装備だからか。かっこいいな、炎の剣。中二心をくすぐるよな。オークシリーズ来た。
夜まで時間潰して、ドラゴンいるか？そこ奈落なの？俺が見てるとこは全然違った。こっちだ。ちょ邪魔。やばい、11時45分じゃないか、もう寝なくては。ただドラゴンに会いたい。この谷に沿って移動してるってことなのかな。ごめん、世界の果て。え？一人でも生きてるとまだダメなのか。どういう運命共存の仕方で。運命共同体の仕組みがわからん。ドラゴンはいないよね。コメント、頭が一個でも残っているとみんなで頭を取り合う。最悪な集団だな。友達の頭くっつけようとしてるのか。え、今の何？意味不明な現象にあって再開も脅された。うわ、こんなとこ、ああ、いた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 。
どうすればよかったの？こういう感じなのか。じゃあここの焚き火で夜まで時間潰そう。うわ、黒ばっかだ。恐ろしい、ここ。壊れた。元気いいな、やっぱり元気は相手がスタンするからすごい使いやすい。なんかドラゴンが落としていったんだよな、あれ拾いに行きたい。コメント、角と爪と体の当てた場所によって得られる結果が違うよ。ドラゴンのってこと？でもさ、角を入りなさいっていうミッションだったんですよね。うわぁ、こいつら焚き火してねえのか。使えないなぁ。少なくとも、なんかあの、落としてくれたやつは拾おう。これは何？オルドラのルコ。さっき蛮族がキャンプしたのどこだっけ？蛮族がキャンプしたのこの辺じゃなかったっけ？蛮族、ここをキャンプ地とする。蛮族のキャンプ地この辺にあったよね。あれか、あれ夜まで時間するぞ。
で、もう一回谷行って待ち伏せして、今度こそドラゴンの角を射る。一心にして木の矢。コメント、火炎の武器やればライター代わりになるよ。なるほどね。俺はいつも炎の弓を装備したけど。何時ぐらいに来るかな、ドラゴン。リーバルトルネードでお見舞いしたいね。一応確認しておこう。炎をまといし、竜の角を射る気だから、角でいいんだよね。なかなか来ないな。もどかしいな。今日はもうこれやったら終わりですね。あれも気になるんだけど。自分で呪し立ててるしない。リーバルトルネードやるならそんなに高い位置の人はないのか。逆に低い位置の方がやりやすいかな。コン。コンよ。さっき割と早い段階で現れたんだけどな。さっきというか昨日と言うべきか。来た。邪魔すんな、マジで。意味わからんから。はっ、こいつマジムカつくな。
え、リーバルトレンド使えないんだけど、マジでムカつく。なんだあいつ、ほんとふざけんなよ。もう無理だ。ドラゴンの上昇給料あるから、リーバルトレネードあんまり意味ない気もする。いや、ドラゴンの上昇給料ありませんでした。今のムカつきすぎたわ、本当に。なんなんあいつ。めっちゃいいタイミングで現れて。邪魔だわー。もう一回。コメント、いじめの対象だろ、あいつ。ほんと、ほんとタイミング悪かったね。めっちゃムカついたわ、あれ。夜になると骸骨湧くからな。PM9 時。結構、12時ぐらいまで現れなかったかな。時間の猶予はある。もうちょっと向こうまで行って待とうか。ここはあまりにも終わり際すぎる。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。でもリーバルトルネードが復活してないんだよな。来た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 。ちょっと待った。角当たったよ。リーバルトルネードは一番回復が早い。確かにそれは思ってた。ミファーが一番遅い。今なんで一瞬でスタミナ回復したんだ。来たよ。ちょっと待て。
残り2つ炎をまといして竜の角射抜いたけど角判定になってなかったってことだ。そう、角にならなかったか。リーバルトルネードが復活したらもう一回やってよ。今日は終わりだな。まあできなくてもしょうがない。今日のところは。トルネードいつでも OK だ。コメント集中モードで打たないとダメ？そんなことないか。わからん。角に当たってなかった可能性もある。コメント自分で焚き火作った方が楽だと思う。いまだに焚き火をね安全に作る方法が分かってないんですよ。有機石かな。いつも赤チューチューゼリーで点火してるんですけど、それを火打ちにする、チンすればいいのかな。来た。角当てまくってるけど、
今当てまくってるよ、マジで。今のはマジでヒット確認すごいよ、ヒット確認が。え、何してんだ、俺ら。じゃなくて。無理だ。コメント一発しか意味ないよ。角でも3回ぐらい当てたから、さすがにこれは角の報酬だよね。いや、鱗なんだよな。これ意味わかんねえんだけど。何がダメなのこれ。炎をまとうし、竜の角を射抜き。やったよね。なんかダメらしい。ちょっと意味わかんないわ。けど、でもまあ、ここで今日は時間なので、終わりたいと思います。じゃあ、終わりでーす。お疲れ様でした。おやすみなさい。また見てください。コメント、頭に当たってた。ああ、そういうことか。角じゃなかったのか。また明日。明日というか次回。次回挑戦します。おやすみなさい。Thank you.